この辺が全体的にガチガチになってます。でどんな感じかって言ったら、今特にこことここですね、がね、冷凍庫の中に入ってるお肉みたいな感じでガチガチに硬くなってます。でそのネイマが生肉に戻していくんですけども、その過程がとても痛いんですね。この背中の疲れてまでと足の疲れが上がってくることが多いので、足からちょっとしっかり緩めていきますね。ここですね、よいしょ。ではね、今からが本番、頑張ってくださいね。みんなここでね、ギャーギャー叫ぶんですけどね、それぐらいの今強さをやってます。ここがね、硬くなるとどうしても膝痛の疲れとか、腰痛とか、足の疲れとかに上がっていく場所ですね。ここバレないので、取れ高的にはゼロですね。大丈夫そうです。でもね、痛い方はギャーギャー叫ぶっていうのをね、言っとかないとね、本当に叫ぶ方は叫ばれますから。これが膝痛によく効く場所ね。足をちょっとこうしますね。外側を押さえていきますね。ここの膝一体によく効きましょう。いいでしょう。大丈夫だったんですけどね、あ、やっぱここですね。ですね。これがね、膝痛にもよく効く場所ですね。左が痛いっていうのは左が硬い。左側が硬くなられてますね。で右足触っててもそこまで痛くなかったでしょう。やっぱりね、あの左足が中心になって立たれてる、そんな感じですね。どうしてもね、ここはね、まあ、立ったり座ったりするときもね、使う場所で、どうしてもね、硬くなりやすい場所なんですね。
ちょっと指でしっかり緩めていきますよ。はい、ここだ。はい、大変そう。ここだ。こっちの足を軸にしてやっぱり立たれてるのかな。本当冷凍庫の中に入ってるお肉みたいなね、ガチガチに硬くなってます。痛い。よいしょ。あだ。これだ。膝痛によく効く場所ですからね。本当に痛かったでちょっと言うしか言えないんだけどね。まあでも終わった後はね、はい、あのすっきり解放されてね、はい、あの動きやすくなりますからね。もうこれ押さえてこのぐらい浮いたいの見てきたでしょ。